はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、今回は、こちらのガチャね、ちょっと引いてみようと思いますよということで、6月20日23時59分までの、ゲリラ無料ガチャね、サエのサポカー死んでもいいやつねが、一回ね、ゲリラ無料で引けるよということなんで、引かせてもらおうと思いますという感じなんですが、危ないんだよな、これ。リーグマッチ見るとわかるけど、今日ね、あと8分で、日付が変わってしまうところで、危うく滑り込みということなんで、急いで引いていきましょう。そう、だからね、このゲリラ無料ガチャね、23時59分までなので、あと7分ぐらいでね、ちょい引けなくなっちゃうから、間に合ってよかったなということですね。はい、ということで、まあちょっと引いていってみますか。いけ！さあ、どうよ。まあ蹴るのは潔だし、まあ大体は、専用メモリーボールなんでしょうけど、もしかしたら 0.35%。引き当てることができるのかといったところで、金玉にもならず、左なんでまあ無理っすね。まあ100が何個あるかかな。100が1個もないのは辛いぞ。1個もない、ある？マジで？うわー。はい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 。いや、なんだかんだ1001個ぐらいあったけどな、今までな。なるほどねと。まあ本体出ないのは仕方ないにしても、メモリーボール100ってさ、8.96% で、300が 0.99% だから、まあ本体当てるのも含めたら 10% ぐらいの確率で出るはずのやつなんだよね。メモリーボール100以上って。なのに今ね、20と10と5しか出なかったって、これ逆に珍しいんじゃないかみたいな。そんな感じっすね。まあまあ、でもね、あれか、10% の11年外すっていうのはあるからね。そうなんだよな。だから、他のガチャでね、赤のスーパーチャンス来たところであれ 7% だから、当たらなくてもね、全然不思議はないよという話なんですけどね。はい、ということで、まあ、それだけっすね、今回は。いやー、まあ、あと6分ぐらいで日付が変わるので、まあ、明日ね、なんかゲリラ無料また来るんじゃないかと思ってるから、ちょっと待ってもいいんだけどね。待ってもいいけど、その間場をつなぐ話題がないぞ、みたいな。そんな感じかな。あ、でも1個あるね。ちょっと久々に、まあ単純な選手力で行った時に記録を更新したというか、今までね、俺が育てた最高戦力の選手が、バチラの、9031604、のバチラだったんですが、いや、なんとね、糸師凛の方で、100万超えが出ましたということで、1000万超えが出ましたということで、1085万4133ですね。のりんちゃんができたよと。まあ、編成的には、この前のね、国神育てた時に、エピナギのね、サポカト選手合わせるとなんだかんだ、総合力は伸びるよね、みたいな話をしてたんですが、その編成でね、りんちゃん、フレンドの方を、新しい国神にして育ててみたら、記録超えたよと、そんな感じですね。まあ、下3つが全部 EX プラス10になってて、フィジカルも EX プラス10だよということで、スタミナとスピード以外はね、表記上は一番ランク高いところまで育ってるよと。まあもちろんね、もっと上位の人たちは、もうインフレが激しいことになってるんで、凄まじい伸びをしてるのは分かってるんだけど、まあ個人的にはね、ちょっと、大台を突破したのかなみたいな。嬉しさはあるなぁというとこですね。はい、そんな感じ。まあ、注目の選手とか見ても、これってね、自分より、ちょっとだけ上の、選手のね、育成編成見えるんだよね、他の人の。で、どれぐらい、上なのかっていうと、これね、自分で記録更新して気づいたんだけど、ざっくりね、自分の戦闘力の3割増しぐらいの人なんだ、きっと。
100超えたあたりで130、1000超えたあたりで、1300がね、出るように切り替わったので、これ、多分ざっくり3割増しぐらいの人たちが出てくると思われる。ので、まあ、この辺の編成とかをね、参考にするのもかなりありなんじゃないかなとか、最近は思ってますね。まあ、アニバのリンちゃんは俺まだ貫突できてないので、やっぱ本体貫突してるかは結構でかいから、ちょっと参考にはできないんだけど、うわ、全部100か。そう、全部100な人とかがほとんどなんだけど、意外とね、これでこんな行くのっていうやつがたまにいるんだよ、探すと。だから、まあ、その辺はね、参考にね、ああ、貫突してなくてもこれは使えるんだな、みたいな。そうそう、こういうやつ、こういうやつ。バローのやつがね、70とかなのに、採用しててね、これだけの数値を出してたりとか。まあ、これはね、単純にフレンドのカラスが強いとか、そういうことなのかもしれないけどね。フレンドのカラスプラス、まあ、やっぱり、イマジナリーフレンドと死んでもかつの組み合わせはね、バチラと相性いいんだな、というところと、まあ、俺がね、まだレベル55とかのカバソス、こちらがね、やっぱ固有解放80超えてるよっていうのは、テクニック育成としてはでかいのかな、みたいなことをね、こういうの見て思ったりとかね。まあ、あとは2個、賢さ育成とかたまにこういうね、クーン大通の55とかね、なんか最新のやつだったら全然無凸でも、育成に使えるんだな、みたいな。あ、これすごいな。これで1300万超えるんだ。へー。下手くそ65と、クーン大都55で、いけちゃうんだね。まあ、フレンドが福井詐欺か。いや、でも、貫突してないの選手でも2人入ってっからね。そう、だからこういうのが、まあ、たまに参考になるというか、まあ、器具とかもちょっとね、見てみたりとかね。長押しすると、器具の中身も見れるので、まあ大体スペレク積んでるなというのがわかるんだけど、っていうか今次急に子じゃなかった？急に子で行くの？急に子で1300超えるんだ。へぇー。あー、まあ下手くそは100だけど、ザッツオール使ってるね。なるほど、なるほど。ほー。そうですか、そうですか。とかね、まあなんかこういうところも、たまに参考にしてるんだけど、あ、すげえ、これ本体貫突してないのに1300万超えてる。マジか。あー、でもあれだな、本体貫突してないけど、アニバのリンちゃん貫突済みを自前で持ってるのか。で、下手くそ貫突してんのでかいね。で、アニバサポカ2枚も貫突してるから、そっか、これはね、そこがでかい。あー、しかもあれだ、イージーリスニングレッドを取ってるのか。なるほどね。まあ、確かにね、賢さ育成するんだったらこれを取るべきだ、よね、みたいなところはあるからね。そうか、そうか。なんてことを言ってたら、そろそろ日付変わるんじゃないか？あれ、まだ変わんねえ。あと40秒だ。そうですか。じゃあ、あと40秒だけ、待ちましょうか。まあ、翌日になってすぐにね、ゲリラ無料ガチャある時もあるし、日付変わるタイミングと、午後の3時ね、15時。あのタイミングで結構ね、ゲリラ無料ガチャ来たりするので、ね、まあ、もしかしたらね、わざわざ日付変わるまで待ってみたけど、何も来なかったね、みたいなこともあるかもしれんのだが、ちょっと様子見てみましょうか、というとこですね。あと8秒。5、4、3、2、1、ほい。まあ、ちょっと画面切り替えようか。あ、画面切り替えるどころかタイトルに戻されると。いうことで。ブルーロック。ブルーロック。プロジェクトワールドチャンピオン。お、潔か。タイトルコール誰が来るかなと思いましたが、潔でしたね。さあ。わざわざ待った甲斐があるかどうか。アプリ落ちんの？それはちょっと予想外だな。まあ、一応、せっかく待ったんで、もう一回確認してみようと思います。これ、録画も落ちてなければいいけどね。ブルーロック。まあ、多分大丈夫かな。あ、しまった。今タイトルコール誰だった？聞き逃してしまった。さてさて、
ちょっとローディングが長いぞ。何かあるか。調子はどう？通常のログインボーナスだけ。あ、ちょっと待って。ここで終わったんだ。あ、これあれか。なんだっけ。こう、ちょっと待って。ワイルドカード、敗者復活に向かうとこの国神か。はい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 、なるほどね。そうか、国神系のサポカは確かに、ジュンブラに合わせて来る可能性はあったよな、というとこですね。あ、新しいサポカ来るのは、ちょっと、ちゃんとチェックしてなかったから想定してなかったですが、このままじゃあちょっと引いちゃいますか。うわ、個人戦力、1億突破記念キャンペーン、1億超えた人いるんだ。俺やっと1000万超えたって言って喜んでたのに、今さっき。マジか。じゃあトップランカーとやっぱ10倍ぐらい違うね。で、ジュンブラガチャの、セレクトガチャも無料で来てるか。なるほどね。まあまあまあ、じゃあちょっとこのままついでに引いてみますか。はい、ここで終わったんだ。そして限界突破、個人戦記録1億突破キャンペーン。ジュンブラセレクトガチャも来てるよと。オッケー。では、まあせっかく待ったし、この2つね、引いていってみましょうか。オッケー、まずはここで終わったんだから行きましょう。サポカもまあ新しい方からピックアップでいいよね。さすがに長くなるから、サクッと引いてみましょう。いきます。まあさっきのね、完全に空振ってた分、ここでちょっとなんか1枚すり抜けでもいいので SSR 出てほしいなというところですが、まあ本体出る、まあもちろんね、新しいのが出れば一番嬉しいけどね、黄色はね、ちょっとなんとも言えない。2枚金玉ある、1枚目外す。さあ、ワニマに挟まれたりクオンで1列揃ったりしてるが、どうよ。あー、ダメか。クオン祭りだね。そしてスーパーチャンスも赤ではないと。まあ、追撃できないから別に、スパちゃんの色は関係ないけどね。はい、じゃあ続いてジュンブライトキャンペーンセレクトガチャ、こちらも引いていってみましょう。ピックアップは国神と、カラス、そして新しいサポカ、終わったんだここでと、あんた間違ってるようですね。オッケー、じゃあこれも引いていってみましょう。いきます。さあ、国神来る。これなんかあるんじゃないかな。あの、ジュンブラ国神でもいいよ。全然出ないって、そろそろ欲しいと思ってたところなのでって言ったんだけど、国神だけど金玉ならずの左ということで、これはちょっと、やっちまってる雰囲気だな。マジか。いや、国神はね、割と信頼してたんだけど、だんだんボロが出てきてて、全然、全然出なくなっちゃってると。いう感じですね。そしてチャンスにもならずと。はい、ということで、今回はマジで何の収穫もなかったね。日付変わったんで無料単発も行きましょう。ここでなんか来るんかいっていうオチも期待しましたが、潔金玉。お、右ある。あいや、今の斬鉄はさ、星さんで良かったと思うんだけどね、流れ的には。来ないね。はい、ということで、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。